どうぞ。次の問題の答えを一つ挙げなさい。体の一部が入ったことわざ慣用句。弁慶ことわざ馬の耳に粘着。弁慶の泣きどころ加藤さん、それはことわざじゃなくて馬の耳に粘着。目の上のタンコブ。おお、口は災いのもとなど、はい、ありますね。さあ参りましょう。森さんどうぞ。次の問題に答えなさい。フランスの画家ミレーの描いた有名な作品のタイトルは何拾い。ゴミ拾い。何を拾うか。石拾い。何拾い。落ち、はい、なんとか拾い。むしゃ、おしむしゃ、あきうちに。おちょぼ、おちょぼ、おちょぼ、おち、ひとぼ、楽天、はい。うちが、が、まだなって、B じゃない。は、おち、めい、おちべ。めいじゃない、取ったらいいか。めい、おちぼ。お、お、おちぼ、拾い。どうした、ところが動いてないランプが。を描いた作品で1857年に描かれました。はい、玉子ちゃん150点おめでとうございます。